今日の試合は頑張ります。初めてスタメン頑張ります。はい、キャプテン頑張ってください。はい、頑張ってください。得点に絡んで勝ちます。どうすか。頑張ります。メンバー見ても十分戦えると思ってるし、お互い思ってるし、頑張ってくださいし、そういうモチベーションどちらにも今日の天皇杯に出場するんで、多分キーパーでダイブしていくって考えてどうするの。じゃあソフトなの絶対勝ちましょう。ストップ次も相模屋だから絶対負けたくないから練習で頑張って絶対勝ちましょう。頑張ろう。頑張ろう。今日の試合は、まあ、いい部分も悪い部分も両方出た試合でした。まあ、次節に向けて、まあ、練習で悪い部分は取り込んで、まあ、いい部分はもっと伸ばせるように次のリーグ戦に向けてトレーニングしていきたいです。来週も同じ相手なんで今回出た課題を1週間で修正して勝てるように頑張ります。頑張ってください。はい。